わかった、これ、上のなんかこのカーテンみたいなやつが、家っぽさが出るんでしょう、多分これ。家ってなんかこうカーテンみたいなやつあるもんね、白い。これピンクだけど。写真のなんかこう、上のなんか左右のところになんかカーテンみたいな、この感じ。一人キャンプ。ああ、ヒロシってなんか一人キャンプとか YouTube アップしてるよね。何回か見たことあるけど。ふわって変な人しかいなくなったね。いや、昔からだと思うよ。それは変わんないと思うけど。ふわって言って昔から変な人しかいないから。あ、匿名の方、昭和レトロカーです。ありがとうございます。次枠行くか。右打ちランプ拾いに行かないの。いや、昨日さ、だからさ、俺のツイッターでも今日の枠でも言ったんだけど、エヴァの319分の1のさ、右打ちランプ点灯のやつがあったんだけど、それ、店員がね、ラムクリしやがってさ。あともうちょっと早かったら取れてたの、打ててたのに。もうそれでショックでもう行きたくないわ。もう大当たりね、終了後即やめた台があって、で、特ズ2の保留満タンで消化中の台があったのよ。だちょっとしたらもう一回見に来ようと思って、10分後ぐらいに見に行ったら、まあ、10分経てば1保留ぐらい消化するじゃん、外れ保留だとしても。それでさ、見に行ったら呼び出し中の札が刺さってて、うわーと思って。多分、一応大当たり中の台、大当たり待機中の台だから、もし前の人が戻ってきたように多分店員が呼び出ししてたんじゃない？で、多分打ってた人が本当に主張してきたら多分打たせるんだろうけど、多分防犯カメラで確認されるだろうから、だからなんかその人が戻ってこなければさ、まあ、これ打っていいですかとも言えないじゃないですか。多分ラムクリされるんだろうなと思って見てたら、案の定、戻ってこなかったからラムクリされてた。まあ、戻ってくるわけないよね、基本。打ってた人がさ、そんなね、わざわざそんな戻るし、行く人なんてそうそういないだろうし、期待値1万7000ぐらいあるからね、4円の10日だから。次役いきますか。てかもう右打ちランプなんてめったに拾えないよ。だって今右打ちランプのハイエナ級台でさ、稼働してる台結構もう減ったじゃん。なんかどんどん新しい台が出て、昔の台打たれなくなってきてるじゃん。稼働自体がもうなくなってきてるからね。
新しいリゼロだってさ、あれ一応右打ちランペーナ聞くけど、あれって必ずあれ単発みたいだから。まあ、それでもね、一応80%だっけな。80%で1500発取れるらしい。残りの20%でなんか500発ぐらいだか、何発だか忘れたけど。でも必ず100%単発らしいから、あの振り分けがね。まあ、それでも80%で1500発だったら美味しいですけど、拾えれば。でも他の機種の方がね、確変とかの、確変っていうかその、ST とかの可能性がある分、他の機種の方が美味しいですけど。よし、次は行くかな。次は行くか。もう右打ちランプは拾えないよ、めったに。昨日本当、ね、タイミング合えば取れてたかなぐらいのあれで。まあ、すげえたまに拾うけどね。アマデチコーナーとかだったら拾いやすいじゃん、ちょっと。確率的に。よし、じゃあ次枠いきます。お疲れ様です。はい、どうも。こんにちは。こんにちは。チョリース。どうしよう、マジで話すことないの、どうしたらいいですか。話すことが本当にないんですけど。てかもう話すだけってきついよね。なんもないからね、もう話すことがない。
嵐の CD は昔持ってたけど持ってないっすよ。いや、あるか。持ってるは持ってるか。嵐もね、実質上の解散かは知らないけど、今休止中なんでしたっけ？米流れすぎ、多分ブロックされると思って気軽にコメントできなくなったんじゃないですか。ブロックのね、敷居が低かったからね。いや、ブロックはね、一応解除したんですよ。一部の極悪人除いて。今日。まあ、ちなみに別に、年明けたら一斉解除とも言ってないけどね。仮に解除するとしても、年が明けてからとは言ってたけど。明けたらブロック一斉解除とも言ってないですけど。何人くらい解除した？まあ、100人以上は間違いないと思うけど。どうも、こんばんは。なんか、なんだこれ。マンスリー今月の2位の人いるじゃん、このマルちゃんって人。この人俺初めて見たんだけど。普段から稼いでた人なのか、これ。マンスリーとか見ると稼いでる人は本当稼いでるんだよね。この1位の人が本当に謎だけどさ。まあ、投げる人がいるだけだけどね。謎っていうより。あ、レトロ館匿名の方です。それです。でもちょっと謎感はあるよね。 なんかよくわかんないけど、この1位の人はさすがに。いや、なんかさ、投げる人いるかいないかのランキングなの分かってるんだけど、なんか前あれなんでしょ、なんか大山ちゃんに投げてたリスナーがこの人に投げてるんでしょ。で、それでいてなんかわかんないけど、なんか回してるわけでもないけど、なんかそんなような感じなんでしょう。なんかどういうつながりなのかなっていうのはちょっと謎感がある。何かしらのつながりがあるんだろうけど。なんで人気なくなった？それは何？閲覧ですか？何もやってないからね。やる気も起きないし。投げ銭に関してはもう投げる人いるかいないかなんで。だって、どんだけかそっててもさ、投げられる人がついてる人はドカって稼げるじゃん。まあ、例えばこの、マンスリーこの1位の人とかそうだと思うんだけど。人気があるからイコール投げ銭ってわけでもないからね。あと、人の心理的に人気がない人にお金投げたいって人もいるだろうからね。なんでかっていうと、その人をさ、課金で独占できるみたいなところもあると思うから。企画やりまくってた。いや、もう企画はやらないです。絶対やらない。
生放送で企画やっても、もっとなんか空回ってる感じがして嫌なんですよね。で、どんだけ企画やっても結局投げる人ついてる人の方が稼ぐし、なんかもうやりたくないですよね。もうただ、リスナーと会話してお金稼ぐだけっていう、お金投げてもらうだけっていう、もうそれにシフトしてるから、俺の中で生配信を。これからもっとかそってるかもしれないけど、もういいんですよ。ちょっとでも気に食わないやつはサイレントブロックだし。いや、てか、逆に今までがさ、ブロックしなさすぎだと思うけどね、俺。ある程度ブロックするようになる前って本当にブロックしなかったから、逆に。極端なんだよね。全くブロックしなかったやつがブロックしまくるっていう。あ、匿名の方です。諦めないでありがとうございます。デトロ感参考です。ありがとうございます。極端すぎたよね。全くブロックしなかったやつがブロックしまくるっていう。ゴミみてえな配信やめろや。だったらお前がゴミみてえな配信見んのやめろや。同性論でしょ。ゴミみたいな配信をね、文句言いながら見てるお前が悪いよ。別に見なければ、俺とあなたって別に全く無関係なんだから、あなたと僕って関係性ないじゃないですか。あなたがこの配信ゴミみたいな配信だなって思うんだったらやめればいいやん。見るの。他に配信者なんか腐るほどいるんだからさ。おめえがゴミみたいな配信やめろよ、ハゲ。いや、だからさ、俺がゴミみたいな配信するかしないかって俺の自由じゃないですか。で、そのゴミみたいな配信見るか見ないかはあなたの自由じゃないですか。俺やめるつもりないんですよ。だからあなたが見るのやめればいいんじゃないですかっていう提案ですよね。お分かり？お分かり？お黙り？あ、そういえば、小林幸子が、しょこたんとコラボして、アットホームカフェ行ってたわ。それも見た。あ、匿名の方です。ニコアです。小林幸子は YouTube ババアっていうね、YouTube やってるの、小林幸子が。美川憲一とかもコラボしてない。美川憲一もやってるけど。あそこら辺ってちょっとさ、YouTube やるのって俺残酷だなって思ったよ。美川憲一とかさ、小林幸子とかさ、確かにさ、有名ではあるけど、あそこら辺のさ、ファンの人の世代って YouTube 見ないでしょみたいな。でもさ、数字だけ結構評価される世界でもあるから、うわ、美川憲一とか、小林幸子って、なんか、有名ではあるけど、こんだけしか再生回数、フォロワー数伸びないんだみたいな風に目で見る人いると思うから、残酷だなって思う。あの人世代がやるのって。あの人らのファンって結構年いった人多いと思うんですよね。その人たちって YouTube って多分なかなかたどり着けんのかなみたいな。フォローとかできんのかなみたいな。あの人たちが結構 YouTuber のちょっと残酷やなと思って。実際なんかまあ、そこまでまだ時間経ってないけど、始めてから。本当にフォロワーとか再生回数とか死んでるんだよね。で、しょこたんとコラボして、なんか、しょこたんはなんかフォロワーも再生数も多いから、そこでこうなんか狙、あの、なんだろう、しょこたんファンからちょっと流れるかもしんないけど。
小林幸子ってね、ラスボスとか言ってるけどさ、でもラスボスとか言ってたのってニコ生民じゃん。ニコ道民じゃん。ニコニコ民で。でもニコニコ民なんて、今の YouTube 勢からしたら、どんだけ人いんのって話だし。なんかないっすかね。緑の予約来た。あ、そうなんだ。緑さん、あれから初めての配信ですかね。報告枠の。報告枠というか、報告した後のというか。まあ、またコメントであだこうだ言われるんやろな。あ、トークメラス。エビグラタンパイ食べた。食べてないっす。ミスドのさ、期間限定だと思われる、バレンタイン期間限定だと思われる、チョコのさ、ドーナツ超うまそうだけどさ、あれ、なんか数量限定らしくてさ、この前行ったら買えなかったんですよね。去年もなんか、なんとかマルコーニーニみたいなとことコラボして、あれもなかなか買えなかったもんね。あれなんかめっちゃ美味しそうだけどね、今回のやつ。まあ、去年のも美味しかったけどさ。でも早いな、あれからもう1年経つんだとか思って。例えば配信で買いに行ったもん、なんか、なんとかマルコリーニ。あれ、うちの親と買いに行ったんだよな。うちの親を車の中に乗せてたけど。で、生クリームのなんかトッピングがあるみたいなんで。あれからもう1年って早いな。ベルクのパンうまいっすよね。なんかもう全然行ってないけど、俺が配信にいた美容室の目の前にあるベルクでしょ、熊谷の。あそこの塩パンとかも美味しいしね。塩バターパンとか他のパンもあそこの美味しいのよ。
エビグラタンパイガチうまい。あ、マジっすか。あれさ、昭和感あがさ、昭和感だっけ。うん。そうなんだ。いやーきついねマジで。こんばんは。ああ、話すことね。あーだす。ありがとうございます。昭和感だす。昭和レトロ感。ハートの赤いドーナツは微妙。うん、まあ確かになんか赤い系とかって正直なんか見た目がなんかこう華やかになるだけで、味よりも見た目を優先した感じはするよね。色がついてて美味しいチョコなんてマーブルチョコぐらいしかないだろうしね。しかもマーブルチョコ自体黒いのが一番美味しいと思うし、マーブルチョコ自体も、うん、次枠行くか、話すことないけど。
北海道並みに寒いわけ。それ面白いこと言ったと思ってんの。うまいこと言ったつもりか、お前。お前のね、言葉のが寒いわ。あと俺の枠が寒い枠だとして、そんな寒い枠に粘着しかできないお前も寒いことに気づけよ。しかも別に俺寒いことやりたくて枠やってるわけじゃない。そもそも枠やりたくないよ。お金を稼ぐために、投げ銭を稼ぐために枠をつけてんのよ。っていう目的があんのよ。お前ってさ、一文の得にもなんないのに、そんな寒い枠に粘着しててさ、お前が一番さ、お前の行動が一番理解不能だわ。そんだけ暇人なんですかって話で。俺は別に、お金を稼ぐために枠つけてるだけで。っていう目的があるからさ、お前なんか何の目的もなく、ただの暇つぶしでゴミみたいな枠粘着してんだろ。お前の性格の方がやばいと思う、明らかに。うん。明らかにね、お前のが5億倍やばいわ。あ、匿名の方、レトロカーザス。ありがとうございます。はぁ、まあ次枠行くかな。ちょっと延長の、もうチケットもったいないんでね。お前が落ちていくのを高みの見物。お前そもそも上の人間じゃねえだろ、お前。お前は俺より下だと思ってる人間が、ね、自分よりこいつは下だって決めつけて、見てるだけじゃん。お前別に俺の上でも下でもないよ。お前は世間から見たらどん底じゃん。俺より下だよ。だって俺はまだお金を稼ぐ目的があって枠つけてるっていうさ、そういうちゃんとした目標というか、目的があるのよ。お前なんか何の目的もないのに、そんな寒い枠粘着してるだけじゃん。一文の得にもなんないのに。お前の方が、終わっとるわ、人間性が。ブーメランじゃない。俺とお前って圧倒的に違うの。俺枠つけてれば、ね、お金になるかもしんないで、実際多少はお金になってるんですよ。お前なんか俺に粘着しても一文の得にもなんないじゃん。わかる？うん。わかります？俺だって別にこんな枠やりたくてやってるわけじゃないから。うん、くだらないね、本当に。じゃあやるのよ。だからお金のためにやってるって言ってんのよ。話理解できないですかね。ほんとバカなんだろうね。うん、くだらないね、一文の得にもなんないのに。お疲れさん。お金、1円の得にもなんないのに、ゴミみたいなやつに粘着してさ。お前の人生それでいいんすかね、うん、くだらないっすね、お前の人生。あ、匿名の方、昭和レトロ感にこだす。ありがとうございます。あ、もちりんさん、クラッカー6個渡す。ありがとうございます。ありがとうございます。よっさん枠行こう。じゃあもう行って、俺の枠来ないでね。とっとと行って、もう二度と来ないで、コメントしないで。戻ってこなくていいから、二度と。
次は行くかな。話すことないけど。延長はそうですね、もったいないんで。どうもこんばんは。こんばんは。あ、昭和レトロカーザス匿名の方です。ありがとうございます。人生いろいろあると思うけど頑張ろうって。生きるって一つの試練だよね、うん、生まれてきたことがなんか一つの試練なんない、試練なんじゃないのかなって。でもその試練をさ楽しくその試練ができるか、きつい試練になるかの多分、どっちかなんですよね、多分。大まかに分けると。あ、遠く目の方です。生まれてきた時点で多分生きなきゃいけないっていう、
そのもう人間の本能的に死を恐怖としてこうインプットされてて、恐怖だったり痛みだったりを伴うじゃないですか、死ぬと。だ死なないようにできてるんですよ。それがもうあの本能であるんですよ、ね、本能と体の作りで。だからもう生まれてきた以上生き延びなきゃいけないっていう、まあ、要するに試練を託されたようなもんなんですよ。でその生きることが試練なんだけど、その試練を楽しく、あの試練を受けれるか、本当にきつい試練になるかっていうのは多分その人の生き方によって変わると思うんですけど、努力次第っていうけどさ、まあ、別に努力して努力が報われる人もいるだろうし、努力して努力報われない人もいるだろうし、逆に運でなんか乗り切っちゃう人もいると思うし、まあ別に努力イコール成功とは限らないけどね。あ、風船どうも。世の中は残酷ですからね。世の中なんて理不尽にできてるもんなんですよ。あんた努力なんてしたことないな。してるよ。例えば今だってしてるわ。やりたくもない配信枠つけてるんだから、お金のために。これが努力じゃなくて何だと言うんだね。でもやりたくないことをやってる時点でさ、まあある意味努力っていう部分もあるよね。あとなんだろう、なんかまあ配信とかでさ、公式系のやつとか呼ばれた時とかもさ、だから呼ばれた時はさ結構嬉しかったりするんだけどさ、当日になるとだるくなるんだよね。遠足と一緒なんだよね。まず呼ばれたこと自体が嬉しいのよ、やっぱり。で企業がさ自分にお金を払ってくれるっていう、配信に出演するのでお金払ってくれるっていう、それがおいなんか嬉しかったりして行ったりするんだけど、でもなんか当日になるとだるいんだよね。結構さ東京とかでその撮影っていうかその配信があったりするから、でそれで結構朝早め、例えば10時ぐらいとか9時ぐらいから始まる場合とかさ、その俺結構遠いから東京まで、で朝早く起きてさ風呂入ってさ行かなきゃいけなかったりするから、当日になるとあれクソだるいんだわ、うん、当日になると。黒電話どうも。呼ばれることはすげえ嬉しいんだけど、当日になるとだるいみたいな。遠足とかもそうじゃん。なんか遠足とかもさ決まった瞬間も嬉しいんだけど、当日になるとだるいみたいな。ちょっとなんかその遠足に似てる、うん、全く一緒ではないけど、うん、ほんと当日になるとすごいだるいんだよな。うん、いやマジで。はあ、遠足とかはなんでなんだろうね。なんであんな当日になるとだるくなるんだろうね。うん。大変だよね、本当に。